マニュアル作成ソフト、道場のご紹介動画です。道場は2008年の販売開始から約10年経ちますが、業界、業種、従業員規模を問わずにご導入いただいております。道場をご利用いただくと、操作、編集、出力のたった3ステップでマニュアルや教育コンテンツが作成できます。作成した成果物は、 社内、社外問わずに様々なシーンで活用ができます。本動画では作成までの3ステップをご紹介していきます。ステップその1。まずは、道場を起動してマニュアル化したい操作を行います。操作を行うと、道場が操作画面のスクリーンショット、操作位置、操作内容を自動で記録します。今回は、 路線検索の流れをマニュアル化していきます。まずはじめに、道場を起動して、簡単な初期設定を行います。これから作成するマニュアルのタイトル。記録したいシステムの選択。記録する画面ショットの枠のサイズを決めたら、開始ボタンを押します。 道場起動後はマニュアル化したい操作をいつも通りに行うだけです操作が完了したら道場の記録を停止させますこちらが。 道場の編集画面です。操作位置には赤枠。操作内容は吹き出しに入力されており、操作画面のスクリーンショットもすべて記録されていることが確認できます。ステップ2続いて編集作業です。 先ほど記録した操作画面の削除や挿入、コメントの追加、画像の加工などを行います。それでは実際に道場で編集を行っている様子を見ていきましょう。画面の削除、追加作業、画像の加工なども全て直感的にわかりやすく、誰でも簡単に編集作業が行えます。 コメントなどのオブジェクトの追加や編集削除もパワーポイントライクに行うことができその他にもモザイクを追加する機能など細かい機能も各種取り揃えておりますステップ3最後に出力を行います ワードやエクセル、パワーポイントといった性的マニュアル、HTML5 や MP4 などの動的マニュアルなど、マニュアルとしてよく利用する形式に何度でも出力できます。また、出力後のファイルは誰でも制限なくご利用いただけます。最後に、編集完了後の出力について見ていきましょう。今回は、テンプレートワードという、 静止画の形式、HTML5 の動的形式に出力を行います。まずはじめに、テンプレートワードからです。青やオレンジなどのテンプレートを選択したら、OK ボタンをクリックします。出力完了後のワードファイルがこちらです。表紙。改定履歴を記入する表。 目次なども自動で生成され、先ほど道場で記録し、編集したデータが、すべて、ワードのテンプレートに当てはめられて、マニュアルが完成しています。このように、マニュアル作成で、最も時間のかかる作業を、道場が自動で行ってくれるため、マニュアル作成にかかる工数は、大幅に削減が可能です。続いて、 HTML5 への出力を行います。ボタン一つで簡単に動的なマニュアルを作成することができます。出力後のファイルを開くと、Web ブ,ブラウザ上で見れる4種類のコンテンツがすぐに運用可能です。まずはオートでも、先ほどの操作を動画で確認ができ、 マウスの動きも自動で挿入されるため直感的でわかりやすいビデオ形式のマニュアルとしてご利用いただけます続いてレクチャー先ほど道場で記録したデータをもとに疑似体験ができるコンテンツを自動で生成できますマウス操作や文字入力など実際にシステムを操作しているかのように操作を学ぶことができ 間違った操作はできないようになっております。操作教育の時や、研修後の復習用のコンテンツとしてご活用いただけます。最後に、プリテストエクササイズでは、確認テスト、本番テストが実施できます。プリテストは、レクチャーで表示されていた項目が非表示となり、どれくらい操作を覚えたのか確認できます。 規定数操作を間違えるとエラーメッセージが表示され、レクチャーに戻り、操作を再学習できる仕組みとなっております。プリテストレクチャーを繰り返し行うことで、習熟度が上がりやすくなります。エクササイズは、一問一答式のテスト形式です。一度でも操作を間違えると、不正解と表示されます。 テスト内容はすべて記録されておりテストを最後まで行うことでテスト結果レポートを表示できますレポートでは間違った箇所の確認テストの実施日時間合否判定などを確認できレポートの提出も行うことができます 以上が道場のご紹介です。道場をご活用いただくことで、静止画のマニュアルだけでなく、動画マニュアル、教育コンテンツも簡単に作成ができます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。ご不明な点や、ご質問がございましたら、お気軽にお申し付けください。